春の野外、フィーカ草原で、フィーカ現代のフィーカの一例。カフェラッテ、紅茶とカンプチーにゲバリア主催の、フィーカに並ぶエステルスンドの、住民フィーカはスウェーデン語の動詞及び名詞であり、大まかな意味は、通常甘いものと一緒に、コーヒーを飲むことである。より新しい用法では、子供たちが、コーヒーの代わりにお茶、レモネード、スカッシュを飲むこともフィーカに含まれるようになった。 オープンサンドイッチや軽食を取ることもフィーカとされる場合がある。フィーカはスウェーデンの生活慣習であり休憩を取ること、主として同僚、友人、恋人、または家族とコーヒーを飲む時間を意味する。フィーカという単語は動詞、または名詞として使われる。スウェーデンではコーヒーを飲むことが重要な文化であると考えられている。コーヒーブレイクを取ることで 仕事中にフィー化したり、コーヒーデートのように誰かとフィー化したり、単に一杯のコーヒーを飲むこともできる。このように、この単語は、非常に曖昧な握手気味を持つが、クッキー、ケーキ、あるいは、キャンディといった食べ物を飲み物と一緒に食べること。この休憩をとる習慣では、一般にシナモンロール、ビスケット、クッキー、または、オープンサンドイッチや果物を添えることが、 スウェーデンの生活で主流であり、公務員さえも日々味わっている。フィーカはまた、カフェやコンディトリで、コーヒーや他の飲み物を飲むことも意味する。フィーカは、デートでないデートとしての重要な社会的機能を持つ。すなわち、デートに行くことは大きな出来事とされるが、フィーカに行くことはハードルが低く、カジュアルな状況であり、それ自体が恋愛の意味を示さない。フィーカで会うことに、 人々が眉を釣り上げることやカップルと疑うことはない。単語フィーカは19世紀に使われた音説が逆になる、東語の一つであり、スウェーデン語カフェのいつずりコーヒーからフィーカに派生した。単語フィーカからは逆性により、カフェの俗語フィックが派生した。この言葉は現在はコーヒーブレイクの同義語として使われるが、当初は単にコーヒーを意味する単語であり、 現在でも特に高齢層の間では、この意味で使われている。一杯のコーヒーを意味する言葉、一杯のフィーカは、かつてほど一般的ではないが、未だにある、程度上流。一部のスウェーデン人、特に年配の上流階級の人々はいまだに、フィーカを少し非俗な言葉だと考えるため、スウェーデン人なら誰でも使っている言葉ではない。フィーカするというよりも、コーヒーを飲む、または、 コーヒーに招くということを好む人もいる。フィーカの単語自体が仕事中に休憩を取ることを意味するが、フィーカ休憩、またはフィーカブレイクと、キャフェーパスやキャフラストの類義語のように用いて、それを強調することもある。フィーカはまた、フィーカブレッドのように他の単語と組み合わせられる。甘くないパンをコーヒーと共に食べる場合もあるが、通常フィーカブレッドには含まれない。 フィーカが名詞として使われる場合は、フィーカブレッドとコーヒーの組み合わせを示す。伝統的に、フィーカには甘い焼き菓子、特にシナモンロールが付き物である。スウェーデンのテーブルの著者ヘレーネ・ヘンダーソンによると、スウェーデン人の客に無礼とならないために、最低3種類の焼き菓子が必要であり、客を感心させるには、7種類の焼きたての焼き菓子を用意して、天気の話ができるようにしておく。 フィーカに関連する焼き菓子はしばしばドッパと呼ばれ、それら食品がコーヒーに浸されることを示す。これは主に北部でキローブドッパとフィーンドッパに分けられる。サンドイッチはキローブドッパに分類されるが、その意味通りにコーヒーに浸して食べるわけではない。カルマル氏は最初にスウェーデンのフィーカの記録を作った。二千七年六月六日に六百二十人が フィーカのために一斉に集まった。2009年5月から6月の間、スウェーデンのコーヒー焙煎業者、ゲバリアが10都市で、フィーカツアーを企画して、記録を破った。カルマルシの記録は、ゲバリアのフィーカツアーで4回破られ、2009年5月30日に3563人が、フィーカしたエステルスンドが新スウェーデン記録を保持している。ありがとうございます。